こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズのリン先生です。この音声メディアではアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかという視点を通して、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。本題に入る前にお知らせです。9月15日花丸子育てカレッジにて、アートと教育で学ぶ自分の人生を生きる子どもの育て方の対談に参加させていただきます。花丸グループの皆さんは無料でご覧いただけるものです。過去の臨講演もアーカイブにありますので、概要欄に貼っておきます。よかったらチェックしてみてくださいね。今回も毎月期間誌に掲載しているリンコラム、お家でできる花丸メソッドの記事の中からピックアップしてお話しする回です。タイトルは兄弟の優先順位です。あなたには2人の子供がいるとします。あなたの帰宅を待っていた子供たちが玄関に出迎えます。あなたの手には2人へのお土産があります。ただいまと言ってから、あなたはそのお土産を手渡します。さて、どちらの子から先に声をかけ、まずどの子にお土産を渡しますか？実は兄弟には一生変えることのできない優先順位が初めから決められています。それは先に生まれた子、つまり上の子がいつでも一番です。保護者の方が子どもたちに接するときには、この優先順位を守ることが実はとても大切です。下の子が生まれてから上の子がひねくれたり赤ちゃん帰りをしたりして困っているという相談はよく聞きますが、そんなときにも優先順位を今一度確認してみるだけで問題が解決したりするものです。2人の子どもたちが玄関にお迎えに来たら、まず上の子の頭を撫でてあげる。それから下の子の頭を撫でてあげる。お土産は、はい、まずはお兄ちゃん。一つしかないものならば、必ず上の子に。そうすれば、お兄ちゃんは弟を大事にし、弟は兄を尊敬するようになります。花丸メソッドでは、飯一番法という言葉で伝えています。家族が一緒に食事をするときには、最初にお父さんからご飯を継ぐ。食事時はついつい一番手のかかる年下の子を構ってしまうものですが、とにもかくにもご飯を継ぐときだけは、はい、ちょっと待って、まずはお父さん、次にお姉ちゃん、っていうふうにもったいぶってやってみせてあげてください。子どもたちにとっても、大好きなお母さんが尊敬するお父さんと、父の威厳が保たれるわけです。このお話を考えるとき、いつも私が思い出すのは、ジブリ映画隣のトトロに登場するサツキとメイの兄弟です。二人がお母さんのお見舞いをする場面、お母さんは最初は真っ先に駆け込んできたメイちゃんに応対するんですが、その後は徹底して上の子を優先するんです。メイの髪型をメイに可愛いねというのではなく、結んであげているサツキを褒めます。そしてサツキの髪を気にして、あなたは母さん似だからとサツキが一番嬉しい言葉をかけます。メイもメイもと下の子が割り込もうとしますが、それには取り合いません。サツキがちょっときつめに順番って注意するんですが、それに対してもあなたはお姉ちゃんだから我慢しなさいっていうようなことが言わないんです。この場面何回見てもハッとします。うまいなお母さん、花丸の先生なのかなって。話していたら久しぶりに見たくなってきました。このことはご自身が長男や長女だった方々には共感いただけるかもしれません。こんな風に言ってもらえたら、こっそり鼻の穴を膨らまして喜んでいただろうなと。そうなのです。いつだって家族のために、下の子のために我慢してあげなきゃと考えるところがあるのが長子という生き物、
そんなに優しいのになぜか自分の気持ちはうまく言えず不器用だったり、そんなお兄ちゃんお姉ちゃんのことを見て育っている下の子の上手な立ち回りに怒られ役になってしまったりして、どんな時でも年上が先という順番を守ってみる。一度意識して生活してみてくださいね。今日のお話はアナマルグループの年中年長さん向け冊子1年生になる前にの中でも掲載しています。アートを通した教育については書籍心と頭を同時に伸ばす AI 時代の子育てという本をお手に取っていただけたら嬉しいです。今日は兄弟の優先順位についてお話ししてみました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。林先生でした。工作好きの子どもたちのための林先生が作ってみたよ動画、公式 YouTube で配信中です。チェックしてみ